偽装とかですよ。三次偽装とかでよく捕まったりしてますわ。あれ大体消費者がこれおかしじゃねえかって言ってなくて、大体内部告発なんですよね。まあ、消費者は何食ってるかわからないみたいな感じですわ。ですわ。高ダッシュの F1 とかでも、あ、こら黒毛和牛だと思い込んだら黒毛和牛の味がすっとりしたね。和牛たったこれだけで3000円か。うまそうですな黒毛和牛。トモラのタレ、ちょっと暗いな。たまらんな黒毛和牛が。和牛だけのことはありますな、こりゃ。たまりませんな。肉汁がすごいですわ。最後の一切れ、悲しいな。